大三角形。
死ぬほど楽しみにしてきたんですけども8月から私はね、これこのライブ楽しみにしてきてまして、練習してきたんですけども、今日ね、なんでこんな楽しみかっていうのはね、今日バンドライブデビュー戦なんですよ、私初めてで、この中にもう一人、ありがとうございます。もう一人、バンドライブデビュー戦の方がいるので、ご紹介したいと思います。ギターのレーナー、こちらこちらとんでもないね、ちょっとバケモンなんですけども8月にギターを始めて、今年の8月で、9月にこの音家族というね団体、初心者が、一から習って始めるような、楽しい集団なんですけども、そこに所属して、で今11月で出てるんですね。なんてこったで、これさらにですね、私今日ノブタッチーザウォールズの、曲を5曲やるんですけども、全曲やらせろって、なんならリードギターもやらせろというね、とんでもないモンスター、ええ最高やるんですよこいつは。なのでちょっと一言コメントをね、いただきましょうかね。はじめまして、サイコヤローナ、レイナと申します。今日はお忙しい中来ていただきまして、誠にありがとうございます。今ノブさんからも話があったように、8月にちょっと独学でギター始めて、9月に音家族入って、今日に至るんですけど、こんな素敵なメンバーでやらせていただけて本当にすごい嬉しく思ってます。で、音家族に入っての目標、今後どうしていきたいかだと、ちょっと生意気なことを言いますけど、はい、音家族一のギタリストを目指しています。すごい、はい、怖いんですけど、はい、頑張りますので応援お願いします。今日はそうですね、新人なりに一生懸命頑張るので最後まで楽しんでいっていただけたらと思います。ありがとうございます。ね、ありがとうございます。私のねデビュー戦、すごい目立ちに来たんですけどね、ちょっと私のステータスが霞むとんでもない爆弾が来たんですけどね、私もね、ちょっと楽しみすぎてメンバー紹介の歌という、歌を作ってまいりました。ありがとう。で、今日は多分やんないと二度と歌うことないだろうな、まずだからちょっと時間いただいて歌わせていただきたいと思います。マシントラボーズ、頑張りやれるのか行けるのか、行きましょう。この男が言うと絶対受けるという必殺の、よろしくお願いします。皆様お楽しみでしょうか。私めちゃめちゃ楽しんでおります。一発ありがとうございます。
持てない。行きましょう。これ左だった。お。マシントロペ。OK です。じゃあノブタチーズワールズ、ノブタチーズワールズ、メンバー紹介の歌聴いてください。Bye.
楽しい。すげえ楽しい。今日あの初めて、楽器隊の方々とね一緒に初めてとか練習はしてたんですけども舞台で初めて楽器演奏のなんか歌うんですけども、まあね楽器を弾いてる方々ねみんなかっこいい、広くかっこいい。でね、私もあのなんで歌をやってるかっていうのはね完全にモテるためにやってるんです。間違いなく知ってるご存知で、やっぱねかっこいい人たちにねモテ方っていうさぞかしモテるだろう、皆さんにちょっとモテ方というものを聞いてみたいと思います。ヒロさん、あ、はい、そうです。なんかどうすればモテるんですかね。そうです。あ、僕バンド20年やってるんです。おお、多分どんな方でもバンド、まあ、音楽やればちょっとはモテ度は上がるですよね。それは間違いないと思います。間違いなくそう思ってます。まあ、でもやっぱでも女性にモテたいんですよね。まあもちろんそうですよね。女性に聞いてみた方がいいかな。天才的な的確。じゃあね、どっちから聞こうかね。レナ、どうやればモテる？どういう男がモテる？どんな感じのきっちりしてる？あ、ごめん。あ、いやありがとうございます。モテる、あれ絶対モテる。メガネ男子。あ、メガネ、あ、ありがとう。やっぱメガネってさ、なんかこう、あれだよね。まあちょっと今2人ほどいるけど、あれ、メガネじゃねえ。メガネね、メガネ男子、やっぱ狙ってやってんのかもしんないけど、これ深い意味がないんですけど、とりあえずちょっと1回メガネかけてみて。レナ、なんかモテる。なんかモテる秘訣ある。何？何？ネクタイしてる人とかかっこいいかな。ネクタイね、やっぱりネクタイってやつはやっぱかっこいい。はい、ね、モテるもん。セクシーさが出るよ。次、なんかある。全部ネタ。サラリーマン。見つける場所。仕事できる人とか。仕事できる人、なるほどね。仕事できる人はやっぱり大体モテる。頼られるもん。あ、ちょっと、すみません。ちょっとね、分かりやすい。ちょっと電話来たんで。マジか。もしもし。あ、ありがとうございます。あ、いつもの。お見積もりの件でございます。ありがとうございます。え、こちら準備できておりますので。え、ありがとうございます。いや。申し訳ない。今ちょっとライブ中で、音楽のね。そう、音楽のライブ中なんですけど、ちょっとすげえ金が、でかい金が動いてるんで、こっちもね、はい、終わりして連絡させていただきます。はい、ありがとうございます。失礼いたします。レナ、分かってない。ラスト。なんだろう、母性本能をくすぐる。ね、母性本能ね。母性本能をくすぐる人間だな。どうしたらいいかね、分かんないけど、ちょっと持ってもらっていいかな、これ。ね、引っ込みすぎだろ。ちょっとすみません。突っ込みすぎなんだけど、片っ端から突っ込んでからね。ちょっと、給水させていただきます。やあ、ありがとうございます。いや、よく見るよね、私を知ってる人ね。ありがとうございます。じゃあ最後。な、彼氏かい。OK。ワイルドだろう。え、なに？なんだと？ワイルドな人？ワイルドな人ね。なんか聞き取れた。ワイルドな人が好きだって。ワイルドってでもね、どんなかわかんないけど、貸してくれ。ちょっとあのすみません、もう一回電話、もう一本電話させてください。もしもし。あ、ありがとうございます。いつもお世話になります。今日あのライブの打ち上げなんですけども、そこあのそうですね。ケンタッキーをお願いします。ケンタッキー、ケンタッキー、あ、いや何本とかではなくて店ごと店ごと持ってきてください。大丈夫でしょ、キャッシュでテイクアウト。 OK、 そうテイクアウトでいける。もう行こう、レッツゴー。ありがとう。うん、分かった、お願いします。こういう感じでね、やっぱりねワイルドな人間、まあ、誰がとは言わないですけど、誰がとは言わないけど、やっぱりね豪快に来たいもんだよね、こういうパーティーごとの時ぐらいね。わかる、わかってる。うん、オッケー。だからね、まあまとめると、メガネで
ネクタイで？ネクタイ違う。ネクタイで。ああ何？ポセイドンのくすぐりつつ仕事のできるワイルドなとこ。違う。その見たことある？ねえよな。ちょっとぶっちゃけ私全然見たことねえんだけども、ないんだけどないんだけどもないんだけどもなんかすげえ今持ってる気がする。すっごい。妙にさ皆さんの視線がさ熱い。なんでかわかんないけど誰がとは言わないけど、まあねそれを全て踏まえた結果。ちょっとね、めちゃかっこつけようと思います。今なんかモテるオーラが来てるから、ちょっと一発本気でかっこいい感じで歌ってみたいと思います。聞いてください。ホログラム。近くのね、それ長いから音が途切れる。
近くのね、近くの女子とか男子に気になる方がいたらね。